義経は白河藩主松平定信の次男で、真田義隆の養子として松戸藩の第8代藩主となりました。松戸藩の中高の夫として誉れ高く、戸玉大名としては異例の老中に抜擢され、戦法の改革を支えました。薩摩鉱山など多くの人材を登用しています。義経は起乗いたしますのは長野商工会議の会長で、株式会社出席室代表取締役社長北村武蔵郎様でございます。体に一番に続き非常に登場しますのは薩摩道山でございます。道山は藩主真田一番に抜擢され、西洋の学問を習得しました。藩主に解放三策を献上し、また日本初の電信実験に成功しました。一橋吉野向の将兵で京に上り、吉野向に神戸合体論と開国論を説きました。起乗し演じますのは長野市大政府の長平野智也様でございます。続いて引き従う大津隊友田隊は株式会社出席室と長野市大政府の皆様です。なお、ただいま道山記念館真田宝物館で薩摩道山樹木コレクション寄贈記念特別展が開催されています。ぜひご覧ください。以上、行列を紹介いたしました。真田十万の行列をお楽しみください。Thank you.
Oh!
続いて登場いたしますのは戦国武将秋川隊の皆さんです。この会にご参加の皆さんは歴史好きの皆さんで、衣装も自前に参加してくださいました。皆様をご紹介いたします。静岡県からご参加の前川秀樹様、群馬県からご参加の清水孝雄様、神奈川県からご参加の野戸池道様、新潟県からご参加の三浦孝三様、神奈川県からご参加の鴨居浩二様、愛知県からご参加の久保俊也様、愛知県からご参加の南照之様、群馬県からご参加の野村秀夫様、群馬県からご参加の赤井義雄様、群馬県からご参加の田村大輔様、茨城県からご参加の上田恵梨香様、神奈川県からご参加の山本義隆様、埼玉県からご参加の高橋浩一様、埼玉県からご参加の秋池直文様です。続いて登場いたしますのも手作り甲冑で参加の松代甲冑隊の皆様です。松代甲冑隊の皆様は発足以来12人目の生徒が甲冑製作に取り組み、実際に着用できる等身大の調整不足といわれる専門甲冑を厚紙と紐を使い本物と同じ工程で作りました。甲冑製作を通して郷土の文化、歴史への理解を深めるとともに、真田十分の国祭りをはじめ地元の地方の地域振興のために活動しています。また本日は上田市より立川区の市議と上田